突然なんですが私先週ですねはしび録音をしてました。<laughs> 体調が悪すぎてずっとハシビロコをしてたんですけれども人生で初めて自発的に外に出たいなって思ったほどでした、まあ、というわけで本日は先週公開した「花丸まる教室」の「ハシビロコが好きなゲストをお呼びした回」の収録裏話でございます。 今「走り旅行していたんですよ」って申し上げましたがこの言葉の意味がこのラジオを聴いていただいた後はわかるかなと思いますのでお楽しみに今回は内容盛りだくさんでお送りしたいと思いますので早速始めたいと思います動画をまだご覧になってないよっていう方は先に YouTube の方で先週の動画をご覧になってからこのラジオをお聞きになる方がより楽しめるかと思います 先週お招きしたゲストは森之助さんという方で、去年の冬に収録した回でございました。で、えー、実はですね、あの動画では結構親しげに喋っているんですが、あの通話が喋るの2回目かなで、えっ、ー、と、その前は、ほんとお試し通話で、あの、今度よろしくお願いしますって喋ったのが初めて声を聞いたっていう風でした。で、えー、一番初めてまともに絡んだのがですね、キャスでしたね。ツイキャスを 11月くらいかなにツイキャスをしてたんですけども、で、その時に私がちょっとゲストをたくさん呼びたいので、こういう方が来てくれたら興味持って話を聞けるかなっていう人を、なんかある程度自分の興味のあるジャンルとかも絡めて喋ってたんですね。なんか結構マニアックなところがあの多かったので、なんか例えばこう、すごい古いんだけど、このアニメ映画とか、 このドラマとかなんかこう、ピンポイントでこれ、これ、これっていうのを上げてった中に、ハシビロコウっていう大きな鳥、珍しい鳥がいるんですが、それを取り上げたらコメントで、え、私、ハシビロコウめちゃくちゃ好きなんですけどって森之助さんが反応してくださったんですよ。で、え、好きな人初めて出会ったと思って、結構テンション上がりまして、その辺でちょっと盛り上がったんですね。で、 えっと、そのキャスが終わった後に、まあ、私は社交辞令とかで終わらせないタイプですので <laughs>、DM して盲アタックしまして、え、マジでお話伺っていいですかとか言ったら、あ、全然いいですよって言われて、えー、まあ喋ったことがなかったので、実際に声をお聞きしたり、まあ、こう雰囲気をつかんでいただくために、じゃお試しで通話しようって言って、あの、お試し通話に行ったっていう風なんですね。 本当はね、お試し通話した直後に収録したかったんですけど、ちょっと私の都合で1週間伸びちゃったんですけどね。まあ、で、満を持して収録っていう風になったんですが、あ、まあ、あのちょっと、ここからですね、突っ込んだ話をする前に、このハシビロコウっていうものについておさらいしておきたいと思います。ハシビロコウはアフリカに生息する、小学生くらいの背丈になる、結構大きな鳥です。まあ、見た目は、 動画でも申し上げましたが、全体的に灰色がかった悪いキョロちゃんです。目つきがめちゃくちゃ悪くて、えー、くちばしがでかくて、ほんと、普通のスズメとかカラスとか、ああいう鳥のフォルムからは逸脱した感じの、すごくインパクトのある見た目をしてる鳥ですね。ちょっと知らない方は、Google 検索とかして見ていただくと、おおーってなると思うんですけど、まあそういう鳥です。 で、体がマジででかいので、その、まあ、普通に例えばこう、スズメみたいなノリで動き回ってると、簡単に体力を消耗しちゃって、まあ、多分死んじゃうと思うんですよ。まあ、なので、エネルギーの消耗を抑えるために、結構動かない鳥なんですね。で、しかもですね、動かない理由がもう一つあって、ハシビロコウの鉱物が、肺魚っていう、肺で呼吸する、結構でかめな、 魚がいるんですけど、まあ、他にもなんかカエルとか小動物は結構食べるみたいなんですが、まあ、特にその魚も好きみたいなんですね、野生だと。で、その廃魚っていう魚は、まあ、呼吸をするためにたまに数時間に一遍ぐらい水面に浮上してくるんですが、その一瞬の隙を狙ってハシビロコウはガブッと捕食するんですよ。なんですが、まあ、ハシビロコウは体がでかいので、 廃魚に警戒されないために、その数時間、本当にピクリともせず、そのために動かないっていうふうに言われてるんですね。まあそんなでかくて動かないハシビロッコウなんですが、でかいだけでも結構怖いんですが、さらに見た目が怖くって、正面から見ると、まあ眼光が鋭くて、で、その廃魚をしっかり捉えるために、くちばしの先っぽはものすごく鋭くて、で、バカでかいんですね。 なので初見だとかなり怖い印象の鳥なんですが、まあ飼育下では人の厚っこさも割と見せるので、意外と表情が豊かで、近年人気の珍しい鳥っていう風ですね。まあでも、とはいえ鳥の中ではかなりマイナーな方だと思います。まあっていうのが蜂蜜露光の概要なんですが、今回はね、ちょっと予習するのが難しかったですね。っていうのも、まあ私は毎回そのゲストさんが好きなものについて、 最低限予習するんですけどね。で、ハシビロコウ自体は、この私がもともとある程度知っている、あのー、生き物だったのでな、なんて言うんだろう。あんまり調べすぎると、ゲストの話を聞いても、ああ、それ全部知ってますっていう風になっちゃいすぎると、ちょっとなんて言うんだろう。新鮮味に欠けるというか、 あんまり驚けなくなっちゃうのがすごく嫌で、それは避けたいなと思ってて、あくまでも私はこうゲストの話を興味を持って聞きたいっていうのがベースにあるので、うーん、どうしようって思ったんですけど、でも調べないわけにはいかないし、だから、もともと知っていた情報を少しアップデートするイメージで予習しました。で、走りビロは、ちょっとまあ生態はあんまり分かってない部分はあるんですけど、 ウィキペディアにほとんど情報がまとまってるんですね。だから、あの、精読しすぎると、ちょっとまずいなと思って、流し読みにしました。あー、こういう鳥だったなーみたいな風で、あの、知っている情報をおさらいして、少し新しい情報を取り入れるかなーっていう程度にとどめました。ただ、流し読みにも限界があるので、どこまで読もうかなーっていうのを悩んだ結果、日本でハシビロコウを飼育している動物園や花鳥園の 公式サイトの説明を読むだけにとどめようと思いました。動物園とか課長園の公式サイトでも、まあ、ハシビロコウ自体がマイナーすぎるので、そこまで詳しく書いてるサイトが、まあ、そもそも少ないんですね。だから、既存の知識が多めに書いてあって、その、でも、そういう公式のサイトでさえ、ハシビロコウはこうこうこういう鳥らしいです、みたいな、ちょっと、 詳細までは分かりませんみたいな文言がすごい多かったのが意外でしたねだから動かないっていう特徴は、まあ、ある程度知られてはいるんですけど細かい生態については本当に分かってない鳥なんだなーっていうのが改めて分かりました動画でも言ってたんですけどあの成長するとハスビルコウは目の色が変わるんですがその理由についてもなんで黄色から青に変わるのか っってていいいうのもよく分かってないらしいですただ変わるっていうことだけがあの特徴として知られてますけどね。とかあとねこれもウィキペディアの情報なので真偽が分からない情報の一つなんですが動画の中で後半ですかね気を許した相手にはお辞儀をするっていう特徴があるっていう風に言われてたと思うんですけどこのお辞儀がねもしかしたら、えー、昔こう人間が ハシビロコを乱獲してた時代のすり込み、インプリンティングっていう鳥に多く見られる性質の一つなんですが、そのすり込みではないのかっていう風に書かれてたんですが、それも出典が不明なので、本当かよっていう風なんですけど、そのあのお辞儀をするっていう行動も何由来なのかははっきりわかってないっぽいんですね。で、繁殖も気難しい性格なので、オスとメス一緒にするとつつき合い始めちゃったりするぐらい、あの、 複数飼育するのが難しいらしいのでどんどん飼育下での数も減っちゃっていってるっていうのが、まあ、現状らしいですね。絶滅器具の2類に分類されてるっぽいので、まあ、結構ほんと数は減ってるっていう鳥りなのかなと思います。でペリカンに似た種類らしくてですねあの動画の序盤であくびしたときに 背骨が押し付けられて、口の中から臓器みたいなものが見えるっていう話があったと思うんですけど、あれね、結構ペリカンも同じらしくって、ペリカンはより口からなんか、えー、首部分がウェーって出てくるんですけど、そうなんか、口の中が割と柔らかい、伸びる、伸びやすい鳥の種類みたいな感じだと、ああいうあくびすると、ウェーって口の中から出てくるのは、割とある現象らしいですね。 だから、ハシビロコウ自体がすごい本当魅力的な鳥なので、今回、なんかね、本当その話ができる人、マジで出会ったことがなかったので、すごく、それについてだけ喋れるっていうのは、ものすごい面白かったですね。で、あのね、今回の動画ね、すごいもったいなかったなっていうか、まあ自分の責任なんですけど、 あの日、私のネット回線がすごくダメな日で、もう本当にね、音がブツブツ切れちゃってて、私の声は届いてたらしいんですけど、森之助さんの声が、えっ、ー、と、ブチブチ切れて聞こえてて、そのまま収録されちゃってたので、あの、かなりカット編集が大変でした。で、一番申し訳なかったのがね、 あの、自己紹介をしてもらったんですよ。森之助です。何歳ですっていうところが丸々ぶっ飛んでしまってたので、あれ自己紹介パートは丸々すっ飛ばして始めてしまいました。ちょっとその辺申し訳なかったんですけど。で、他にね、カットしたところで結構面白いなっていうところがあったので、ちょっとお話ししてみようかなと思うんですが、これインターネットならではだと思うんですけど、まハシビロコウがこう有名になったのはね、 2019年ぐらいかなと思うんですが、で、なんかその前後ぐらいにツイッターで、ハシビロコウが狩りがうまくできないっていう八つ当たりで近くにいた鳥をバクッとくちばしでこう加え込んで八つ当たりしているっていう文言で、そういうツイートが拡散されたことがあったみたいなんですが、多分調べていただくと、ハシビロコウを八つ当たり とかで検索するとすぐ出てくると思うんですけど。で、森之助さんも当時、このツイートを目撃したらしくって、鳥に八つ当たりするところがこう人間臭いんですよっていう風で、あの愛着を持ったって話をされてたんですが、で、私収録後に編集してる時に、この字幕で補足を入れたりしなきゃいけないので、その裏取りをするんですけど、そしたらね、このツイートが、あの、ガセだったことが判明しまして。<laughs> ツイートした人はなんかネットで拾った記事を自分流に解釈して鳥に八つ当たりしてるっていう風でツイートしたみたいなんですがあのツイートはガセだって言ってる記事によるとですねアメリカかイギリスか忘れたけどイギリスだったかなかなんかの野鳥を観察しているなんかジャーナリストか写真家かわかんないんですけどその人がたまたま野生の鳥が 自分の縄張りに入ってきちゃって邪魔だったので、くちばしで挟んで、その鳥をその別なところに移動してあげたっていうところを撮った写真だったらしいんですよ。だから、この記事はその八つ当たりしている写真ではないですよっていう記事が載ってたんですね。で、その趣旨を説明する記事はいくつか散見されたので、多分そっちが本当かなと思うんですけど、で、その面白かったのがね、その記事の最後に、 ネットでは八つ当たりっていう風で広まっちゃってるハシビロコウだけど自分の縄張りに入ってきちゃった鳥を攻撃することなく自分の邪魔にならない場所にひょいって移動してあげたのは紳士的な行動であったみたいな風に書いてあって <laughs> そんな風にポジティブにまあ人間側の解釈なんですけどそういう風にちょっとハシビロコウの着せられた濡れ犬をまあいい感じで解釈し直してる記事だったのでちょっと面白いなと思って魅力再発見じゃないのって思ったので これはね、面白かったですね。だから、まあ、当然生き物は、こう、物を言いませんから、人間側の視点でね、やれ可愛いだの、やれ八つ当たりだの、ま、いろいろ言ってしまうんですが、伝える側がどういう意図で広めるかって、すごい、その生き物のね、愛願意識に関わってくるなって思ったんですけど、この件をね、あの、後で森之助さんに伝えたら、私も紳士的っていう記事のくだりを見て、笑いましたって <laughs>、おっしゃってましたけどね。 であともう一個カットしたのがね、自分の話だからカットしたところがありました。森之助さん側から、茶子先生はどこの花鳥園に行ったんですかっていうふうに質問していただいたので、あの喋ったんですけど、私の行った花鳥園は、今は神戸動物王国っていう名前になってるんですが、名前が変わる前の時代に行きました。で、そこの展示の仕方がちょっと面白くって、 今はどうなってるか知らないですよ。知らないんですけどまあエントランス入ったらこう割とデカめのペットショップをイメージしていただくといいんですけどあの自動ドアをワーンって入ったらもう一個奥に自動ドアがあるんですけどその自動ドアと自動ドアで挟まれた結構広めのスペースいっぱいいっぱいにこうその空間を包囲するように鳥の入ったケージがブワーッと並んでるんですよ。 で、その一つ一つに、フクロウが多かったかな。まあ、猛禽類コーナーみたいな感じで、こう、色とりどりの種類様々な鳥たちが来た人取り囲むような感じで展示されていたんですね。で、一個一個のケージもやっぱフクロウなんで割とデカめで、普通のなんか犬猫が入ってるケージの3、4倍ぐらいはあるんですよ。で、まあ、 ケージは格子で囲まれてるので、その手は入れられたりはできないんですが、かなり間近に見られるし、目の高さに展示してくれてるので、こう、デカめの袋を同じ高さで観察できるのは結構テンション上がりましたね。あのー、私フクロウカフェに行ったことが何回かあるんですけど、その時はフクロウカフェには まだ行ったことがなかったので、うわ、袋ってこんな間近で見るとこんな毛の感じなんだとか、足の爪意外と鋭いなとか、鳥への関心がすごく強まった瞬間ではありましたね。で、その袋エリアを抜けて中に入っていくと、まあ、なんか一番最初のようこそみたいな感じでお土産コーナーがあって、でその奥だったかななんかすっごい開けたエリアに入ると、そこにいたんですよ。ハシビロコウが。 で、なんか、うん、室内なんですけど、そこは。室内だったんですけど、疑似延定エリアみたいになってて、天井は窓ガラスがつけてて、すごく日光が入る感じで、で、地面がこう、軽く芝生みたいになってたんですね。で、遠くの方に池もあって、すんごい広いエリアだったんですが、で、そこの奥の方にハシビロコウがまず1体いて、で、私初め、 ハシビロコウっていう鳥自体はね、ほぼ知らなかったんじゃないかな。なんか名前だけ聞いたことあるぐらいな知識だったんですけど、で、遠くの方にその黒い、黒くて割とでかい物体があって、あ、置物かなって思ってたら、なんかちょっとだけこう、首がニュって動いたりして、え今動いたあれと思ってよーく見たら鳥なんですよ。うわ、鳥だと思って。でもまあ見た目、もうどう見てもキョロちゃんなんでね。 え、何これと思って。ロボットじゃないよねとか、なんかいろいろ想像してしまって。で、そのエリアを見渡したら、最初に見つけたハシビロコウとは別のハシビロコウさんが割と近めの場所にいて、で、そこのね、展示はね、柵がなかったんですよ。放し飼いエリアみたいになってて、触っちゃいけないんですけど、下手したらもう触れるくらいの本当に距離で、もあまりに動かないし、 本当にね、来園客が間近を通っても、ギリギリ30センチのところとかをスタスタ通っていっても、もう無視なんですよね、ハシビロコウは。え、こんなに警戒しない鳥いると思って。で、人間を警戒しないその様子を見てたので、これ私が近寄っても大丈夫かなと思って、そっからもう興味本位ですよね。で、どん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 近づいていって。で、これなんか威嚇とかされたらやめようって思ってたんですけど、もう全然微動だにしないんですよ。 <laughs> で、走しる校の周りをちょっと試しにね、ぐるっと360度回ってみたり、いろいろしたんですけど、しゃがんだり立ったりを繰り返しても、もう無視ああ、人間いるわね。みたいな感じで、無視なんですよ。でも目つきはずっと怖いまんまで、かっこいいんすよね。うわ、なんか、微動だにしねえわ、と思って。めっちゃ肝座ってるって思って、最終的に、真正面から写真撮りたいなーって思って、 30センチとか、20センチかもしれんけど、ほんとギリギリまで寄っていったら、真正面のカメラ目線をくれまして、もう今にもスマホのカメラをガブッと食べそうな距離で写真が撮れたんですよ。もう何回カシャ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 やってもほんと動かないんですね。すげーなこの鳥と思って。なんかそのまあスリルもあって、こんな異様な鳥が目の前にいるのが面白いってなりすぎて、 もうその写真大会やってるときにかなりハシビロコへの親近感が増しましたね。それが私の初ビロコでしたね <laughs>。いや、本当にあのファンサが激しいハシビロコさんが初めてのハシビロコで良かったですね。この話したら森之助さんがめっちゃファンサいいですねって言われて笑ったんですけど <laughs>。確かにファンサすごかったな、あの子って思いました。 私がそのハ尾ビロコウに初めて出会ったのは、今から多分5年以上前なので、もっと今よりもマイナーだったんですけど、今はどんどんハ尾ビロコウが知名度を上げていってるんですね。で、その功績としては、やっぱり掛川課長園の双葉さんの功績はでかいと思います。動画の終盤でも紹介したんですが、双葉さんはね、ハ尾ビロコウなのに写真集が出てるぐらい人気があるんですよ。 で、掛川課長園ではその双葉さんのぬいぐるみ、グッズが出てたりするくらい、もう本当になんかアイドルみたいな扱いなんですね。でも本来すごくマイナーな鳥で、どれぐらい貴重な鳥かということをデータをもとにお話ししたいと思います。今インターネットではですね、日本動物園水族館協会っていうところがありまして、そこに登録している全国の施設で、 何施設ぐらいで展示されているかっていうデータをちょっと持ってきました。例えばですね、ライオン。ライオンは全国で50施設ちょっとぐらいで展示されています。まあ、なんとかライオンとかいうその中、種類の違いはもう全部統合した感じで言っておりますけども、47都道府県あるわけなので、まあ全国的に分布しているという考えて良いのではないかと思います。で、お次はゾウです。 ゾウも50施設ちょっとですね。ライオンより少し多かったんですが、54ぐらいだったかなくらいの場所で見ることができますで。さらに多いのはキリンです。キリンは60施設ちょっとぐらいで見ることができます。ライオン、ゾウ、キリン。ものすごいたくさんいろんなところにいるんですね。で、今、哺乳類を紹介しましたが、蝶類になるともっと多いです。えー、クジャク。羽を広げると美しいあのクジャクは、 全国140施設で見ることができます。もうかなりの動物園などで見ることができる鳥ってことですね。で、さらにもっと多いのはフラミンゴ。フラミンゴは157施設で見ることができます。もうどこにでもいるっていう感じですよね。まあ、とはいえ、ライオンもゾウもキリンもクジャクもフラミンゴも絶滅危惧種に品している動物ではないので、まあ、それは多くの施設で見られるよなってことで、 今度は、ハシビロウも指定されている絶滅器具2類っていう種類に分類されている生き物で比べてみたいと思います。えー、天然記念物のオオサンショウウオ。こちらも絶滅器具2類に分類されているんですが、オオサンショウウオは全国29施設で見ることができます。これでもかなりいますよね。 クジャクフラミンゴの140、157施設に比べるとかなり数は落ちますが、それでも割と、まあ、見かけることができると言えそうですが、えー、今度はハシビロコウと同じ鳥類、かつ絶滅器具2類に分類されているオオワシ。こちらは全国14施設で見ることができます。かなり数が少ないですよね。 同じ鳥類でも、クジャックフラミンゴは140、157施設でしたので、10分の1ぐらいになっております。じゃあ、ハシビロコウは全国の何施設で見ることができるんだっていうことなんですが、ハシビロコウは全国6施設で見ることができます。ただし、今述べた全てのデータは、日本動物園水族館協会に入っている園かつ2019年頃までのデータに基づいていますので、実際は、 この教会に入っていない縁もあるので、実数はもうちょっと多いかなと思うんです。で、そういう施設もカウントアップすると、ハシビロコウを見ることができる施設は全国で約8施設と言われています。どれぐらい貴重でマイナーな鳥かっていうのがお分かりいただけるかなと思います。こんなに見える場所が少ないハシビロコウなんですが、その双葉さんたちやいろんな全国にいるハシビロコウの活躍により、 どんだけ知名度が高いのかっていうデータを持ってきましたその生き物に関する人々の関心や知名度がどれぐらいかっていうのを測るために、まあ、Google 検索をかけてみましたのでそれをちょっと発表しますね日本で見られる数だけで言うとハシビロコウは最下位の8位だと思われますがじゃあハシビロコウの Google 検索ランキングは何位なのか上位から発表していきたいと思いますねまず第1位ライオンです まあ当然ですよね。6390万件。ライオンキングみたいなライオンを題材にした創作作品であったりっていうのももちろんヒットしますので、まあ当然かなと思います。で、2位。キリン。4660万件。どんどんいきます。ゾウ。1700万件。まあこの辺はね、やはり大型の哺乳類がインパクトがあって人気なのかなと思います。続いて4位。フラミンゴ。 912万件。さあ、この辺で入ってくるでしょうか。5位。クジャク。まだでしたね。274万件。ガクッと数が減りました。続いて第6位。ここでハシビロコ。247万件です。クジャクの274万件とかなり近いですよね。ハシビロコ。ここで入ってきます。 で、さらに7位が大山サンショウウオ、129万件。最下位が大鷲の102万件でした。すごくないですかえー、は全国で140施設で見れるのにもかかわらず、全国のまあ8施設ぐらいでしか見られないハシビロコウと、貧差なんですよね。このレア度にもかかわらず、クジクに引けを取らないハシビロコウ、 凄さが分かっていただけるかなと思います。いや、本当にね、静岡県の掛川課長園にいる双葉さんは頑張っております。で、あのね、広報がすごい頑張ってるんですよ。この動画編集にあたって双葉さんのことをかなり調べたんですが、公式ブログがすごい面白いので、ちょっとぜひ見てほしいんですが、えー、今現在、2022年1月現在ですと、7名、 鳥のお世話をししていらっしゃるるスタッフががんですがバードスタッフの「まるです」から始まるこう愛情たっぷりのブログ記事が日々更新されております。でこのブログが面白くって写真も文章も結構多めでこう鳥の釣れない態度にへこんだり手のひらサイズの鳥を思いっきりスンスンしたりこう変態的でコントっぽい記事が多くってなかなか読み応えがあってクスって笑っちゃうような内容が多いんですね。で 種類ごとに記事をまとめてらっしゃるんですが、ハシビロコウの記事は、ペンギン、インコの次に多い記事となっております。で、ハシビロコウのカテゴリー記事を見てみますと、双葉さんに関してはね、性別発表の回とかがあったらしいです。だから性別わかんなかったんですね、しばらく。で、この発表の様子は、YouTube にも動画が上がってるので、ぜひ見てみてください。双葉さんがオス、メス、どっちか気になる方は、先週のゲストと喋った動画、 もしくは掛川課長園の公式ホームページや YouTube の公式チャンネルを参照してみてください。まあ、という感じで今回の収録に関してね、喋ってきたんですが、私がそのフクロウカフェに行ったのが最後2年ぐらい前なのかなそれ以来もう鳥とめっきり直に触れ合ってないので、ほんと久々に行きたくなりましたね。 今回この動画やラジオでハシビロコウに関する生態ですとか、まあ、そういうものについてお話ししてきたんですが他にもハシビロコウに関するこんなトリビアがあるよっていうのがあったらぜひコメント欄で教えてくださいまたですねハシビロコウのように魅力的なんだけどマイナーすぎて全然知られていないもったいない鳥もしくは生物がいましたらぜひ教えてくださいお待ちしております ここからは、お便りコーナー、先生、あのね、でございます。えー、前回に引き続き、このコーナーでは、YouTube のコメント、もしくはメールフォーム、または Twitter のハッシュタグなどに寄せられたメッセージをご紹介します。まずは、前回のチャコラジ、鈴木ラナさんのゲスト回の収録裏話の回ですね。こちらについた YouTube コメントからです、えー。マボさんからのお便りです。いつもありがとうございます。 チャコ先生が言われている鈴木ラナさんのフランクさや人の心を開かせる魅力について全く同感です。スーパーアーティストなのに分け隔てなく接してくださるところも素敵ですよね。いや、本当におっしゃる通りでございます。まあ、ラナさんに限らずなんですけど、この花丸教室に出てくださるゲストってね、結構皆さんそういう方多いと思うんですよね、気質として。 ゲストに来てくださる方々、それぞれ魅力がありまして、そのラナさんで言ったらこう人をね、 すごく誰とでもフランクに話せるっていう、こう、気さくさが魅力ですし、今回の森之助さんに関しても、ものすごくね、明るくって、相手を楽しませたいとか、喜ばせたいとか、そういう思いがすごく伝わるような、なんていうんですかね、こう、思いやりがあるというか、そういう思いが必ず真にあるような方が、あの、皆さんいらしてるなっていうのが、本当感じられて、もう私としては、ほんと貰ってばっかりで、大変申し訳ないなっていう。<laughs> <laughs> 気持ちになるくらい、本当にね、気のいい方がたくさんいらしてて、本当に素晴らしいと思います。で、まほさんは、あの、このラジオを、えー、ウォーキング中に聞いてくださったそうなんですね。気がついたら30分以上経ってました、みたいにおっしゃってくださったんですけど、私としては、本当に、それはめちゃくちゃ嬉しくって、これ、わざと、このラジオをね、BGM なしにしてるんですね。で、も SE も、チャコラジっていう、 あのワンフレーズのみにしてて、あとはトークっていう風にしてるんですが、こう、なんて言うんですかね。まあ、BGM で気分が上がったり、ちょっと楽しい感じの曲だったら、そういう気分で聴けたりするとは思うんですが、人によってシチュエーションが違うと思うんですよ。こう、運転中だったり、勉強中だったり、寝る直前とか、まあ、ウォーキングとかね。どんなシチュエーションとか、どんな作業の時にもフラットな気持ちで聴ける ような BGM を私は選べないし、自分で作れないなと思ったので <laughs>、もう BGM ねえ方がいいなと思って今、こんな風にしてるんですが、なので、ながら聞きにちょうどいいコンテンツを目指しているからこそ、そういう風に何かやりながら、歩きながらとか、何々しながらっていう風うに聞いてもらえるのは本当に嬉しいですね。これからもよろしくお願いいたします。どんどん行きましょう。続いてのコメントです。 えー、過去の動画も続々見ていただいております。ありがとうございます。これはですね、久々に生みの苦しみが報われたなーって思ったコメントです。板書お助け動画についたコメントです。MTK さん、これを見て綺麗に描けました。ありがとうございますって来ております。えー、何の動画かと言いますと、これはですね、 現職の先生向けに正しいチョークの持ち方について解説した動画があるんですがその動画についたコメントですいやー嬉しいですねこの方現職の先生なのかはちょっと分かりかねるんですがあのー、これ多分報告なんですよね。これを見て綺麗に書けましたって書いてあるのがちょっとねグッときましたね。 ものすごく短いコメント2分なんですが、こんなになんて言うんだろう、あの、伝わるコメントないですよね。書けそうですとかならわかるんですよ。今度機会があったら試してみたいですっていうニュアンスかなって思うんですけど、書けましたってことは、もうこのましただけでさ、この動画を見て、MTK さんが実際に試してみたいと思って、 でさらに実際に多分黒板でこれを意識して書いてまたこの動画に戻ってきてくださったっていういくつかの時系列が読み取れるじゃないですかすごいなんかねこのコメントを見た時めちゃくちゃ累戦がうってななりましたねなんかこの動画を作るのすごく大変であ1分ちょっとかなんかの動画なんですけどただでさえ先生たちって時間がないので 1>, この1分少々の動画にすぐ実践できてすぐにチョークの持ち方が治るそういうポイントをこう順序立てて説明するには何をどういう順番で説明すればいいのかなっていうすごい構成を考えた動画だったんですね。一番最初にこう原因を持ってきてやり方を持ってきてみたいな風にするのかとか字幕はつけるのかとか説明の音声はどれぐらいいるかなとか。 ビフォーアフターもあった方がいいかなとか、いい例、悪い例は何例ぐらい必要かなとか、いろいろ考えて作った動画だったので、結構見ていただいてるみたいなんですが、こういう報告がいただけるのは本当に嬉しいなと思いました。あの、古い動画のコメントも必ず目を通してますし、できるだけコメントの返信はしておりますので、このようにコメントいただけて幸いです。ありがとうございました、MTK さん。嬉しいコメントでしたね。 はい。YouTube のコメントは以上でございます。続いて、メールフォームにいただいた初めてのお便りをご紹介したいと思います。えー、前回、このチャコラジオを始めたのはもちろん前回が初めてですし、そこでメールフォームを初出ししたので、多分ま、2、3ヶ月はメールフォームにお便りは来ないなって踏んでたんですけど、なんとですね、 動画公開してから数日後になんかあれ新着入ってんなと思って、ええー、マジでと思ってすげえ喜んだんですね。<laughs> しかもね、内容が濃いので、ちょっと大事に、大事に大事に読ませていただきたいと思います。はい。記念すべき初のお便り、お名前、ティックさん。ありがとうございます。以前、ゲストの方の動画にも来ていただきました。では読みますね。ちゃこ先生、こんにちは。こんにちは。<laughs> えー、ラジオ形式で動画を作るということで、コーナーの提案です。まさかの一発目でコーナー提案来ましたね。えー、私は、スポティファイで、真空ジェシカのラジオ父ちゃんを聞いているのですが、そのラジオの初期に、父ちゃんクエストというコーナーがありました。ほうほう。これは、視聴者からクエストという名の無茶ぶりが送られてきて、<laughs> 来週までに成果を出すコーナーでした、えー。例として、フリートークを作ってくる、母親に長文ラインを送るなど、シンプルかつしんどそうかつ面白いので、見たことをやってほしいです。名前は適当に、茶子先生の宿題でいいのではないでしょうか。よろしくお願いいたします。<laughs> いや、もうめちゃくちゃいいコーナー提案ありがとうございます。ありがとうございます。えー、っと、この真空ジェシカのラジオお父ちゃん、私も番組の存在は、ポトキャストの方で知っておりましたので、ちょっと聞いてみたんですが、 確かにシンプルかつしんどそうかつ面白い。これはなかなか良いのでは。しかもあのリスナーと私関わる企画が本当にやってみたいなって思っているので、素晴らしい提案だと思います。えー、でですね、すでにその宿題一覧がもう届いておりまして、なんと8つも提案してくれております。えー、紹介しますね。<laughs> えー、1番 何かのものまねを習得する。うわぁ。<laughs> 2番。これ意味わかんないんでちょっと教えてほしいんですけど、え、聞きポケモンの鳴き声を習得する。ちょっと待って、聞きポケモンってどういうことあの、聞き手の聞くっていう字ですね。聞きポケモン。聞きポケモンっていうのは何何あの、えっ、ー、と、えこう自分が得意なポケモンの鳴き真似をするってこと、鳴き声を できるようになるってことですかね。ポケモンってさ、声の種類いろいろあるじゃないですか。アニメのポケモンの、その大谷育くとかから始まる声もあるし、ゲーム版のね、ピギギーみたいな、ああいう機械的な音もあると思うので、ちょっとどっちで行くか、まず検討しなきゃやばいですね。何が良さそうかな。なんか、高い声とかのポケモンとか行けそうな気がしますけど、ちょっとこれ楽しそうですね。 3番。オリジナル ASMR を作る <laughs>。これ私ね一番できそうだなって思ってて、もうすでに考えてあるんですけど、2つぐらいはもう考えてありますね。これはもしやるとしたらちょっと別動画で完全に単発として出したいなと思っております。4番。誰かのラジオにお便りを読まれる。これいいですね。 あの、実は全然このチャコ先生の教室とは関係ないところで、えっ、ー、と、ゴディメンレディオっていう、ポッドキャストとかスポティファイで配信してらっしゃる、あの女性二人のクリエイターさんがやってるラジオがあって、そこに去年の8月、9月ぐらいにあのお便り出して読まれております。まあですが多分この宿題的には、 これから出したお便りがどこかで読まれるっていう意味だと思うので、まあ私、ポッドキャストで聞いてるチャンネルがいくつかあるので、まあそちらに出してみようかなと思っております。はい、えー。5番。これ難しそうなんですよね、えー。ラジオ収録中にゲスト収録の約束を取り付ける。新規で。えー、これさ、 このラジオ収録中っていうのは多分このチャコラジの収録中にって意味だと思うんですよ。で、今このラジオ収録、あのー、なん,ていうんですか、生でやってないじゃないですか。だから、生配信で多分これゲスト収録の約束を取り付けろって意味だと思うんですけど、そうなってくると、その生でこのチャコラジを配信できるレベルまで、まずチャンネルを育てなきゃいけないですよね。今この現状で、えー、このチャコラジを、 YouTube ライブとかで配信で収録しても多分誰も人来ないと思うのでそんなとこでやっても意味ないからある程度ほんとチャンネルがでかくなってきてこのチャコラジオ今日はえっと配信収録しますっていうレベルになってからゲスト収録の約束を取り付けるっていうことができるかなと思うのでかなり後になってから下手したら1年後とか2年後とかになるかもしれないんですけどそのレベルになったらこの 宿題は達成できるかなと思います。で、6番。これ個人的に一番むずいと思いますね。面白い検索結果1件の検索ワードを見つける。これむずいんですよね。あの、おもころチャンネルかなんかで、検索結果1件のワードは何か探してみたみたいな企画だったと思うんですけど、かなんかをやってて、なかなかないらしいんですよね。検索結果1件。 って頑張っても一桁になるかなならないかなみたいなやつらしいのでこれが一番骨が折れるし時間がかかりそうと思いますえー、っと7番誰も知らない面白い作品を見てくる <laughs> でコメントで知ってます的なことを言われたらアウトもう一度なんですかこの人生ゲームの,あのコマのところに振り出しに戻るみたいな これは嘘だよな。誰も知らない面白い作品ってもうネットでさ、誰も知らない作品ってなくないいや、でもまあ今さ、チャンネル登録者数めちゃくちゃ少ないので、今現在ね。多くの人が見てない時に面白い作品を見てきたって言っても、知ってますって言われる確率かなり少ないと思うので、全然これは意外といけそうな気がするな。早めに消化しちゃった方がいいと思いますね。はい、8番。 買ったことない調味料を使って美味しい料理を作る。かっこレシピ検索なし。鬼畜買ったことない調味料って要は、なんかほんと、なんか全然知らない国の変わった調味料とかですよね。を使って、要は創作料理をしろってことだと思うんですよ。レシピ検索するなってことなんで。 まあその調味料をペロッと舐めて、あ、これはこういう具材が合うなとかいうのを考えて美味しい料理を作るっていうのはめちゃくちゃ難しいなと思うんですけど、まあ、日常的に、あのー、晩ご飯とかね作るレベルで料理はするので、勘で作れるレベルはあるのかなと思うんですけど、で、まあ、でもやるとしたらこれも別企画、単発で動画を上げたいなと思っております。はい。 というわけで、えー、8つの宿題が突然舞い込んでまいりました。で、この宿題は、YouTube だったら概要欄、Podcast や Spotify などでは、説明欄のところに、視聴者の方から宿題の提出が送られてくるたびに、どんどん追加していこうと思います。で、消化したら、その宿題は、そのリストから消していく。で、 やり遂げた宿題は別でノートかどっかにまとめたいなと思うので、どんどん消化していかないとあの概要欄が収まらなくなるから <laughs>、さっさと進めなきゃやばいなっていう感じなんですけど、まあですのであの、まあこういう感じでどんどん無茶ぶりを皆さん、えー、メールフォームもしくはコメント、ハッシュタグなどから送りつけていただくと随時追加いたしまして、気が向いた時に私がこのコーナーの中で もしくは他の動画で宿題を提出させていただきたいと思います。で、さっき、オリジナル ASMR を作るとか、えー、調味料を使って美味しい料理を作るみたいな、あの、単発で別の動画でやりたいなって言ったと思うんですけど、で、このね、別の動画、まあ、これはもうラジオ企画にはなると思うんですが、この、この企画を含んだ、まあ、別の企画も目も下計画中でございますので、 順調に行けば3月ぐらいにドーンと大きなお知らせができるかなと思います。頭がおかしくて楽しい感じのお知らせになると思いますので <laughs>、まあ何の発表かっていうのも含めて予想コメントもお待ちしております。はい。まあ、というわけで、えー、お便り以上でございました。 こういうコーナー提案ももちろん大歓迎ですし、普通に過去の動画に関してですとか、今回のラジオそのものについての感想、ご意見、ご突っ込みなどもありましたらお待ちしておりますので、バシバシどんどんお気軽によろしくお願いいたします。お便りいただく場合は、メールフォームの場合は、概要欄に貼ってあります Google フォームのリンクから、メールの場合は、チャコラジ gmail.com の方から、 ツイッターの場合は、ハッシュタグ、チャコラジをつけてツイートしてください。順次拝見させていただいて、どのコメントも大事に読ませていただきます。投稿いただいたメッセージやコメントなどは、このラジオの次の回で紹介したいと思います。はい。というわけで、まあ、本日はこんな感じですかね。このラジオ企画、結構、個人的には楽しいので <laughs>、ちょっといろいろね、やっていこうと思っております。今、計画してるやつも、 このラジオに関わる、えー、内容ですので、本当お楽しみにしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。